ハニューゆずの結婚を祝福するアイスリンク仙台過去に寄せられた暖かな支援の奇跡世界的なプロフィギュアスケーターであるハニューゆずる28のホームリンクであるアイスリンク仙台が響く感性とともにハブ選手の幸福な結婚を祝福しましたこの感動的な一瞬には過去に様々な形で示された愛と支援の輝かしい奇跡が重なりました選手としての輝かしい経歴に加えて 新たな人生へのステップ。彼のファンや愛する人々が待ち望んでいた瞬間が訪れました。羽生譲選手が自身の SNS を通じて、喜びに満ちた報告を行ったのです。応援してくださっている皆様との言葉で綴られたメッセージには、これまでの活動を支えてきたファンへの感謝の気持ちが滲み出ています。そして、私、羽生譲は入籍する運びとなりましたという報告は、スケート界のみならず、 世界中のファンにとっても心温まるものでした。アイスリンク仙台の温かな祝福と感謝の言葉。これに対して、アイスリンク仙台はきらめく喜びとともに、祝福の言葉を送りました。おめでとうございます。いつもたくさんの幸せを届けていただき、ありがとうございますとの心温まるメッセージが綴られました。それは、一人の選手としてだけでなく、その人柄と存在が与える幸福感を称えるものでした。 そして、これからも彼の人生が喜びに満ち、幸福に満ちたものとなるよう、心からの祈りが寄せられました。支援の輝かしい歴史、アイスリンク仙台は、単なるスケートリンクにとどまらず、羽生譲れ選手の人生にとって特別な場所です。2011年の東日本大震災による被災から立ち上がるため、羽生選手と共に苦難を共有し、その後の輝かしい成功を支えてきました。 震災の影響でリンクが被災した際、ハブ選手は全国のリンクを転々とする中で、その経験を通じて新たな力を見出しました。羽生譲弦選手の心温まる行動。彼は自身の印税を捧げることで、被災したアイスリンク仙台への温かな手を差し伸べました。その純粋な思いは、彼がどれほどアイスリンク仙台と深い結びつきを感じているかを物語っています。これは、 金銭以上の価値を持つものであり、ハブ選手の人間性と大きな心を垣間見ることができます。絆の証、8733万406円の寄付。加藤商会が運営するアイスリンク仙台は、その後の支援の軌跡を公に明らかにしました。彼らは7月25日、過去に総額8733万406円もの寄付を受けたことを報告しました。これは、 一人の選手としての成功以上のものであり、彼がその地に築いた深い絆と、支援者たちの心からの愛情を示すものです。結びつく運命、新たな人生へのスタート。羽生譲選手の結婚は、彼のスケート人生における新たなスタートであり、彼自身とそのサポーターたちにとって新たな幸福の扉を開くものと言えるでしょう。その魅力的なスケートの技術とともに、 彼の人間性が魅力として引き続き輝いていくことは間違いありません。これからもアイスリンク仙台と羽生結弦選手の絆が深まり、彼の新たな人生がますます幸福で満ち溢れたものとなることを願ってやみません。その人柄と才能が世界中の人々に感動と勇気を与え続けることでしょう。